東門昔の姿台北府城東門はかつてあった台北城の門の一つ。門は台北市内中西区に現存しており中山南路と新緑路の交わる箇所の路上に位置する。MRT に東門駅があるがこれは最寄り駅とは言い難く、資金は中西記念堂駅。国の第一級戸籍として認定されている。ただし現在の東門は 国民党政府により建て替えられたものである。それまでの建設当初からの門は取り壊され、新たに中国北方の様式をもって建設された。石材、レが木で建てられている。故障は資料によって揺れがあり、中華民国の文化部文化資産局では、史跡の登録名として、台北不条門東門都市、また、台北を扱う文脈上では単に、 東門と表記される。また、日本統治時代には東を向いていることから、テルマサ門とも呼ばれていた。二層構造になっており、下層部はゲートがあり通り抜け可能な構造であるが、現状は設置場所がロータリーの真ん中にあたる上に、周囲もフェンスで囲われているため立ち入りはできない。新庁の地下であった1879年から1884年にかけて建設された。 台湾北部のようとも言える港であるキールにへと通じている門となることから重要視され特に力を入れて建設された。昔の写真を見ると現在も王子の姿を留めている北門と様式は一緒だが東門は側面にも三つの窓が設けられていることがわかる。日本による台湾統治の時代においても門から伸びていた紙壁は撤去されたものの 東門自体はそのまま残された。第二次世界大戦が終戦を迎え、日本が去ると、やがて、中華民国政府は1966年にかけて、戦術した東門の改修を行ったが、この改修というより建て替えによって東門はもはや、原型を止めておらず、上部には国民党の陶器までついているありさまであった。1982年、台北市議会議員であった。 沈水編らはこの陶器についての指摘を行った。1998年9月3日付工事で史跡として保護されることとなった。2009年6月12日、台北市文化局の決定により、門の上部にあった陶器は消された。現在の評価としては、現存している4つの門のうちでは、北門と並んで有名とされている。以下の施設、 名所が東門の近辺に位置している。ありがとうございます。